ブルール。ブルールは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー軍に属する、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する、人口約1万4300人を要する町で、総人口240万人のラインイコール、ネッカー大都市圏の一角をなす。1157年に、初めて文献に記録されたブリュールは、 長らくシュパイアーや主橋梁及びプファルツ選定工梁に属した。はじめはライン川沿いの農村から発展し、ロールホーフと合併し、20世紀にはマンハイムの衛星都市となって多くの住民がマンハイムへ通っている。町の名前はケルト語起源で水辺の牧草地を意味する。この町は2001年以降負債を抱えていない。ブルールは ブルール地区とロールホーフ地区からなる。ラインイコールネッカー地方の中心部、バーデンイコールビュルテンベルク州の北西部に位置し、ライン川沿いにラインラントイコールプファルツ州とを接する。400ヘクタールの広さを持つ半島上のコラーインゼル、コラー島はブルールに属しており、これはラインサガンには珍しいバーデンイコールビュルテンベルク州の土地である。 暗い日顔から流れ下ったライムバッハ川が街を東西に流れ、ライン側に合流する。ブルールの北側は直にマンハイムと境を接している。東にはシュベツンゲン、南にはケッチュが位置する。コラーインゼルはラインラントイコール、プファルツ州のアルトリップ、バルトゼー、オッターシュタットと接している。マンハイム以外にも3つの主要都市から遠くない位置にある。 ハイデルベルクは1 0トル東、シュパイアーは1 1トル南西、ルートビヒスハーフェンアムラインは1 1トル北西にあたる。主な居住地域はオーバーライン地交代の貸し段球場の高台に位置する。西側は何、世紀もの間に変化したライン側の川筋が刻みつけた数メートルの深さのライン側の氾濫源となっている。東側は ネッカー洗浄地の染み役に至る。これら三つの地形はいずれも第四期に形成されたものである。二十世紀には堆積した粒手の採取が行われ、これにより多くの人工庫が形成された。北部の川床には中石油のローム室の土地があり、南部とコラーインゼルはローム室と砂が混ざった土壌指数八十六以下零から百の数値で小さいほど砂質、 大きいほど粘土質の土地である。ライムバッフハ川周辺の河子段丘は土壌指数70以下の砂とローム質が混ざった土地である。北部の高台は砂と砂利の上に主に更新用の砂が積もった土地である。ライン川沿いに広がるシュベツインガーリートビーゼンやバッコーフェンリートビーゼンは数多くの様々に異なった特徴を持つビオトープを形作っていることで 自然保護の観点化高い環境上の意義を持つ。これらの他に残りのライン側の湿地帯やコラーインゼルを加え自然保護地域に指定されている。水辺の森はコラーインゼル周辺の狭い帯状の地域とライン側対岸にもずかにある。町域は1019ヘクタール以上の広さがある。そのントが居住地あるいは交通用地、ントが 農業用、地、10%が、水面、9%が森林である。気候は65%が海洋性気団の影響を受け、このため風も西向きが主である。西オハールと、東は、オーデンバルトに挟まれた、オーバーライン地方に守られた地形は気候を大変に、温和なものにしていい。最も近いマンハイムの気象台の1971年から2000年までの、 平均気温は摂氏10.5度。平均年間降水量は668ミ、mm、リメートルである。最も暖かいのは7月の摂氏19.9度。最も寒いのは1月の摂氏1.8度である。成果には摂氏30度を超える日も珍しくはない。最も降水量が多いのは7月。最も乾燥しているのは2月である。ブルールの名前はブルーウェルから。 時代と共にブルーウェル、ブルール、プリール、ブリルと変化した。19世紀になって初めて BRHL が町の名として一貫して用いられるようになった。この言葉は中古ドイツ語で水辺の放牧地の意味であり、ケルト語に由来する。ロールホーフははじめローハイム、またはローハイムとして文献に記述されている。 16世紀に、老陸と吉原の家に由来するローホフと名前が変わった。ブリュール町域の考古学的出土品は、氷河時代にまで遡ることが証明されている。人の手が加わった道具やその破片としては、新石器時代のものが出土している。1906年と1997年には、青銅器時代初期の墓が発掘されている。 その後の時代の出土品も多く発見されている。一世紀にローマ帝国がライン川に攻め込み、ライン川西岸のラインイコールネッカー地区は皇帝ベスパシアノスの時代にその半島に組み込まれた。ブリュール付近には多くのローマ街道が付設された。南北にはラーデンブルクからブリュールを経由し、ハルトバルトを抜けて種別人間に至る街道が通じていた。 また考古学的な出土品は発見されていないが、文献にはイタリアからイギリスに至る広域街道がラインウガン部分を通っていた記録が残されている。これらの両街道と交わって、東西方向にはアルトリップからライン側を渡り、ロールホーフやビースロッホに至る街道があった。この街道沿いのロールホーフ近郊の丘の上に木造の見張り塔がたいた。 四世紀の民族移動の時代に、ローマ人はこの地から撤退した。ロールホーフは、七十六年の皇帝夫婦二世から、ボルムス司教への贈与証明書において、ローハイムとして、初めて記録された。ゴ尾のハイムは、フランク人支配の時代にこの村が創設されたことを示している。十一世紀からの霊園領主は、ヘンレベルク家であった。百五十二年に、 ボルムス司教は、この村を、市東会のシェーナウ修道院に寄贈した。修道院は、この村を広大な農場に作り変えた。すなわち、大部分の家は破壊され、開墾されて、大規模な農場経営管理下の農地となった。シェーナウ修道院は、ライン急中白化の私的な修道院であった。宗教改革に伴い、1558年に、オット・ァインリヒ抵抗により、修道院は、 活動を呈され、農場や土地は、プロテスタントのシェーナウ教区に対応された。1878年まで分割されていた、この農場は、コレイオブリュールに合併した。ブルールが、ブルーウェルとして、初めて記録されたのは1157年のことで、シュパイアー司教ギュンターフォン・ヘンレベルクが、資材で、ブルールを獲得し、シュパイアー司教本部に、これを贈与したという記録である。 その後の所有者や、領主関係は明らかではない。ブルールの所有者あるいは権利を有した人物には、ビースロフシャク、マウルブロン修道院、ハントシュースハイム家、実金ン,ン家、ヘルムシュタット家などがある。ハンスフォン・ヘルムシュタットは、1432年に、彼が持つブルールの所有部分、村の1、4相当を、プファルツ選定校、ルートビヒ三世に売却した。これ以後、 この村は、シュパイアー司教とプファルツ選帝校の二者が両することとなった。1405年、シュパイアーのハントシュースハイ向けはこの村の3、4を霊園として収めた。16世紀には、残りの1、4も獲得し、これによりブリュールは、全域が一つになった。1600年に、ハントシュースハイ向けが断絶し、 その後のプファルツ選帝校とシュパイアーとの紛争含みの共同統治は1709年の条約により解消され、シュパイアー側がブリュールにおけるすべての権を放棄した。ブリュールはプファルツ選帝校領では、キルヒハイマーチェンとプファルツ選帝校領の地域区分に属した。1618年、プラハ総外統的事件で30年戦争がその日蓋を切った。この戦争の 第一幕で、カルバン派のプファルツ選帝校、フリードリヒ五世は、ボヘミア王位を手に入れ、これにより自らの両方を、戦いの下中に巻き込んだ。プファルツ選帝校領の主要部分は何年にもわたって、主戦場となり、皇帝軍の司令官、ティリーハクとその軍勢である、スペイン領オランダ軍及び、バエルン軍が中流を続けた。その後、この戦争は、 宗教戦争から覇権戦争へと性質を改調期化していった。ブルールは他の近隣の村と同じく何度も所有者が入れ替わり、スウェーデン軍、オーストリア軍、フランス軍、さらには野党化した兵士たちに悩まされた。この村は新しい領主に変わるたびに5回も回収を強いられた。戦いのない時にも駐屯している兵士に対する金と食料の提供に悩まされ続けたのである。 1648年に戦争が終わった時、ブルールの住人は15人だけであった。この村は、蹂躙され、何度も焼き払われた畑は何年にもわたって、工作されることなく、新たに作付けを行うには、重い労働が必要であった。始まった再建は、そのわずか後に、フランス王類14世が掲げた、再統合政策により頓挫した。ネーデルランド継承戦争。 1672年1679年、プファルツ継承戦争、1688年1697年で、ブルールは再び破壊された。18世紀になると、プファルツ選定校、カール・フィリップは、宮廷をハイデルベルクからマンハイムに移し、下季には、種別ン現上で過ごすことにした。ブルールとそのライン沿いの湿地は、宮廷社会の両場となり、 詐欺料のための区画が設けられた。選定校、カールテオドールは、1768年にブリュールとロールホーフの間に、警視カール・アウグストのために、キジの飼育場を建設した。9年後に、カールテオドールは、バイエルンを相続し、宮廷機能の大部分は、ミュンヘンに移転した。キジ飼育場は、しばらくは、営ー職員の詰め所として利用されたが、すぐに放棄された。 フランス革命後、プファルツ選帝校は、フランス革命戦争の枠組み内に置かれ、ナポレオン・ボナパルトが、ヨーロッパの政治地図を描き変えていった。ブルールとロールバッハは、バーデン大公領とされ、1803年の帝国代表者会議主要決議によってこれが、確定した。1848年、大公領で、バーデン革命が勃発した。ブルールの村長も、 革命側の理想に同調し、このため政府によって公職から追放された。1848年、ブリュールとロールホーフは何十年にも及ぶ議論の末に合併した。これ以後ブリュールはアムトシュベツンゲンに属した。その後、このアムトから1924年に、後のマンハイム軍の原型となったアムツベツルク、マンハイム、マンハイム管区が創設された。政治的には、 1860年代以降ブリュールではカトリックのウルトラモンタニズムが勢力を持ち中央党が最大の政党であった。1912年の帝国議会選挙ではドイツ社会民主党が最も多くの票を得たが、1924年に中央党が再び盛り返した。ブリュールでは民族社会主義は長らく何らの役割をも担うことなく、 バイマル共和制終焉直前の自治体選挙にも参加していなかった。しかし、1933年の帝国議会選挙では、NSTP が29.6%、ドイツ共産党が29.1%の票を獲得した。ユダヤ人商人のライン家は1938年に民族社会主義者による迫害の犠牲となった。会社は破壊され、 家財は道路に投げ出された上、火をかけられた。この家の3人の女性たちは、家屋敷を安値で売り払い、おそらくはより安全な大都市マンハイムに移り住んだが、後に、トレブリンカ強制収容所及びアウシュビッツ強制収容所に送られ、殺害された。第二次世界大戦中は、シュタランズ社で100人以上の戦争捕虜、多くは、フランス人が強制労働に従事させられた。 この戦争ではブルールから出征した190人の兵士が亡くなり、14人の市民が飛行機からの銃撃の犠牲になった。1945年3月30日、アメリカの戦車部隊が北から戦闘のないままこの村に入った。第二次世界大戦後、ブルールはアメリカの管理区域に属した。バーデンは解体され、新たに創設された。 ビュルテンベルクイコールバーデン州の一部となった。これが1952年に他の州と合併し、バーデンイコールビュルテンベルク州が成立した。戦争で被害を受けた建物は比較的少なかったが、アメリカ兵による接収、あるいはマンハイムで爆撃を受けた、避難民や旧ドイツ領の東プロイセンやシレジア、チェコ領であったズデーテン地方などから放築された人々の受け入れにより、 住宅難が深刻になった。そこでブリュールは新たな住宅地を造営し、公営住宅を建設した。1948年から1966年の間に1630個の住居が建設された。これに伴い1970年代までに多くのインフラ施設が整備された。ゴミ処理施設、祝祭ホール、幼稚園、学校、プールや運動場などである。 バーデンイコール、ビュルテンベルク州の軍裁編の時代、1973年にマンハイム軍は廃止され、ブルールは新しく創設された、ラインイコールネッカー軍に編入された。人口増加は、それ以前よりも緩やかになり、昔策定された建設計画は、町の負債を増大させていった。このため、町の中心部に、行政やギムナジウムを集中させと試験を、 獲得しようという計画は放棄さた。すでに議決されていた計画、公民館と消防署の建設は変更されなかった。2001年のブリュールの税収は平均以下であったが、バーデンイコール、ビュルテンベルク州の人口1万人以上の自治体では、都の市町村しか達成できなかった不採のない自治体となった。2007年にこの町は850年祭を祝った。 クライマックスは6月24日に行われた歴史パレードで参加者1200人、観客は2万人であった。ブルールの最初の教会は現在の墓地の近くにあった礼拝堂で1435年の文書に記録されている。教会行事は血中の司祭が取り仕切っていた。1453年にハントシュースハイム騎士下は施設礼拝堂を建設した。 1600年にハントシュースハイム家が断絶した後、その霊園は、従って、ブルールの1、4は、プファルツ選定公領となり、プロテスタントの信仰がもたらされた。1607年に血中の司祭のブルールへの立ち入りが禁止されたが、それでも、ブルールの住民の2、3以上が、カトリックに止まった。1707年に、プファルツ選定公領で発行した、教会分離令は、 ひどく老朽化した教会をプロテスタントのものとして認めた。1752年にカトリック教会は独自の教会堂を建設し、1779年から種別人間のフランシスコ修道士により通常の礼拝を取り行った。世俗化によりこの修道院が廃止されるとミサも中止されたが、1852年からは種別人間からジョニー司祭が派遣され、再開された。 19世紀の終わりに、この教会は老朽化のため取り壊され、保護天使教会が建設された。1903年にブリュールは独自の教区に昇格し、1956年からは、ロールホーフに支部教会を持つようになった。1905年には、ブリュールの住民の4、5がカトリック信者であったが、第二次世界大戦後の流入、流出でその比率は低下した。 1961年には61%、2005年には42%の住民がカトリック信者であった。この教会組織はフライブルク大司教区のビースロフホ主席司祭に属す。プロテスタントの教会組織は1610年にシュベツンゲンからもたらされた。老朽化した教会は1772年に簡素な木造建築に建て替えられたが、 1825年には早くも解体された。この小さなプロテスタント教会組織は、1888年に、やっと、再び教会堂を建設することができた。1904年、ブルールのプロテスタント組織は、牧師法により運営されていたが、その7年後には結樹、1968年まで、と、ロールホーフを管轄下に置く独立した教区に、昇格した。 プロテスタント信者の比率は第二次世界大戦後に29%ほどに増加した。この教会はバーデンプロテスタント地方教会の南部クワプハルツ教会区に属している。ロールホーフは何百年もの間一つの荘園からなっていた。三十年戦争後に最初の分割相続がなされ、これ以後四分割、八分割されていった。19世紀には 分割が加速し、住民はこれに応じて増加していった。ブリュールとの合併後、特に隣接するマンハイムの工業化によって人口は飛躍的に増加した。昔のブリュールの住民たちも、また、貴族領主に伴い、長い間に小さいながらも村の基本的な構造を形作っていった。工業化、第二次世界大戦後の難民受け入れや、 自動車を通勤に使う都会からの人々の流入などによって1875年から1961年の間に人口は約564%増大し、当時のマンハイム群に属し町村の中で最大の人口増加を示した。さらに、その後から1990年代までに人口はほぼ倍近くに達した。新しい住宅地が造成され、 ロールホーフとブリュールの古い集落は互いに融合する形となった。この住宅地はマンハイムのラインアウクとも隙間なく接している。2006年の外国人比率は8.2%である。ブリュールの議会は22議席からなり、5年ごとに選挙が行われる。これに市長が議長として加わる。次回の選挙は2009年に行われる予定である。第二次大戦以後、 ほとんどセディが第一党になっている。主張は、1998年以降、ラルフ・ゲックである。2006年の選挙で、彼にはさらに8年の任期が与えられた。第二次世界大戦後の主張を列記する。図柄、青地に、銀の馬の定鉄。定鉄は、1496年に、初めてロボ房のキリスト像に用いられている。後に、この図案は、 街の印象にも現れる。この紋章は、1911年に、バーデンのゲネラルランデス・アルヒーフに公式に認可された。白と青の配色は、両種プファルツ選定校のビッテルスバッハ家に由来する。旗は、白青で、1960年にバーデンイコール、ビュルテンベルク州内務省の認可を得た。400ヘクタールの広さを持つコラーインゼルは、ラのプランに基づく。 ライン側の直線化により生まれた。1833年に始まった工事は1845年に完了した。この工事で形成された島は条約により、ライン側左岸側はバイエルンに、右岸側はバーデンに属した。コラー・インゼルも最初1839年にはバイエルン領となったが、早くもその1年後にはライン側右岸にあった。 ゲルマースハイム城塞と交換でバーデン領となった。1835年以降、渡し船がブリュール本土との間のライン川で運行されている。その後、旧ライン川の川筋が埋め立てられ、コラーインゼルは半島となった。1938年にこの一帯はフーチェホモ地区に指定された。2005年にはライン川沿いの住民を 洪水から守るため61万メートルの蓄水量を持つ有水池が建設された。古い農場は撤廃され、森土の上に乗馬場が作られた。コラーインゼルはキャンプや水遊びのできる近郊保養地として利用されている。ブルールの町役場は人口が約900人となった1866年に建設された。 人口増加に伴って、1925年、1955年、1975年、1991年と4回、大規模な増改築工事が行われている。マイクスナー邸は、1899年の建築。有限としている様式のこの邸宅は、かつてのこの町の主張、アルベルト・エーダーによって建設されたが、早くも1906年には、 マイクスナー家に売却され、1956年にブルールの町が買い上げ、社会的弱者のための住宅として用いられた。1988年にこの邸宅は近代化され、その後文化センターとして利用されている。1998年以降、2階にはヨーロッパ各地からのコレクションからなる私立の有限としているイコールワールデコ博物館がある。この建物は展示会、 講演会、寄席や結婚式などに利用されている。建物は彫刻庭園とアンサンブルをなしている。カトリックの保護天使協会はネオゴシック様式の建築で1899年に建造された。神道には最大1240席が設けられる。西側には高さ51メートルの長方形の塔があり、東側は六角形を半分にした形の内陣に、 つながっている。内部は何度も改装された。現在は、1971年に作られた28、レジスター、2016本のパイプを持つオルガンが、備えられている。アンボは、秘石の祭壇や、祭礼の祭壇と同じく1985年に、十字架の、道行きは1989年に設けられた。1888年、建造のプロテスタントの今日、街道は、 はじめ礼拝堂として設計された。現在の外観は1957年の改築によってもたらされたもので、この時高さ20メートルの塔と内陣室が設けられた。内部には9つのレジスターを持ち、トーマス・フェルトマンが装飾を施した1965年製のバルカーオルガンが備えられている。ロールホーフの聖ミハイル教会は1956年に建設された。 長方形のこの建物の外壁にはスグラフィット技法の壁絵が描かれている。正方形の平面を持つ高さ25メートルの塔には、その頂上に高さ3メートルの十字架が掲げられている。内部には、正面に保護天使教会由来の十字架が修復され、取り付けられており、1965年製の20レジスターのオルガンが設備されている。プロテスタント教会は、 その組織センターと祝祭ザールを1996年に簡素な木造建築で建設した。2001年に素人ナ,ナレジスターのオルガンが建設された。1889年に創設されたブリュール音楽協会は2003年に100人以上の優秀な音楽家を様々なレベルの6つのアンサンブル、ブリューラー・ゾリステン・シンフォニック・ブラス・オーケストラ、 ユーゲントブラスオーケストラ、エレメンタルブラスオーケストラ、ブレイザー AG、ブレイザーフィルハーモニーラインイコールネッカーに分けて活躍するブリュールブラスアカデミーの試みスタートさせた。音楽協会、ブリュール青年音楽学校、学校、自治体、企業、メディアの協力により、ブリューラーブラスアカデミーは数年と経たないうちにラインイコールネッカー地域の ブラス学の中心的役割を果たすまでになった。屋外プールは1963年に開業し、1986年に大改築が行われた。体験プール、飛び込み台、長さ67メートルのウォータースライダーなどがあり、近隣の市町村の住民たちも訪れる。このか、ブルールには屋内プール、1973年開業、レンラースバルトの青少年センター、 祝祭ホールがある。大きな年中行事としては、ブリュールの街道協会祭り、ロールホーフの夏祭り、両地区の漁業祭りがある。会員数の多いスポーツクラブは、t v ブリュール、体操、ハンドボール、卓球、バレーボール、FV1918 ブリュール、サッカー、陸上競技、SV ロールホーフ1921、サッカー、体操、陸上競技である。 ブルールの住民は昔は農業で生計を立てていた。1840年に初めてレンガ工場が作られた。その後、近隣で拡大するマンハイムでの需要に応えるために、1890年には7つのレンガ工場が創業していた。第一次世界大戦後、このうち5つは活動を維持できなかった。残る2つは1960年代に閉鎖された。 工業家の時代、多くのブリュール住民たちは、マンハイムで創業している企業、特に、ライナー校に働きに出た。1909年、カール・レンツはブリュールにラフッチフブをしたランズ、シュッテイコール、レンツ飛行船会社を設立した。ここで建造された飛行船は、チェッペリン社にとって、ドイツ最大のライバルでった。ベルサイユ条約締結後、 飛行船工場は1922年に閉鎖されたが得られた経験は木材加工分野に生かされた。この企業は板張りに特化した企業として2007年までブリュールに存続した。400人以上の従業員が働くブリュール最大の雇用主は工場プロセスオートメーション製品を製造している企業暇である。ブリュールの住民の90%以上が近隣の都市。 マンハイム、ルートビヒスハーフェン、ハイデルベルクに職場があり、毎日通勤している。1905年にラインアウからラインタール鉄道の支線がブリュールまで付設され、7年後にはケッチュまで延長された。1966年にはこの路線とブリュール駅は廃止された。現在はラインイコールネッカーバス交通がマンハイム、シュベツンゲン。 ケッチ中へのバス路線を運行している。ブルールは、ラインイコールネッカー交通連盟のサービス提供地域に属している。1960年代以降、ブルールの東を連邦アウトバーン A6 号線が通っている。マンハイム・シュベツンゲンインターチェンジから直接アクセスできる。この道路は、連邦道 B36 号線と交差する。この連邦道は、 マンハイム中心部と南のカールスルーエ方面を結んでいる。アウトバーンと平行に走る修道 L599 号線は1991年に開通した。この道路はブルールとケッチュを直接結んでいる。シュエトシンガーツアイトゥングはブルールの住民向けに地方版を発行している。行政広報時ブルーラールーンちゃんが毎週金曜日にニュースバームメジエンから 無料で各世帯に提供される。2006年からテレビ放送リージェノラー、インファーメーションスコンを BRHL が運営されている。リック・ブリュールはデジタルケーブルテレビとインターネットを通じて配信され、約1時間ごとに繰り返し、地方の話題を放送している。ブリュールには4種類の学校がある。基礎家庭学校。 職業実家家庭を併設した本家庭学校、実家学校と青少年音楽学校である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。